はい、皆さんこんにちは、こんばんは、月平です。前回ね、トゾコのサブクエストを終わらせまして、早速次のゲームに、やっていこうかなと思うんですけれども、ここ数日でね、何人かね、チャンネル登録いただきまして本当にありがとうございます。あのね、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございますでね、まあ、もしね、よろしければね、引き続き、チャンネル登録、高評価、いただけたら、嬉しいのでよろしくお願いいたします。それではね、サブクエ一旦終わったんで、前回新たに、登録された場所があったんで、ちょっと早速そこを寄り道していこうかなと思います。どこだったかな、ドアチャッカの、あ、これだ、ドルワーム王国、確かここが新しく登録されたところだったかな。ちょっとね、ここ行ってみようと思います。早速飛んでいこう。はい、早速やってまいりました。この正面のね、この誰だよくわからんけど、何かしらイベントが起きそうだったんで、前回話しかけずに、ドアチャッカーに戻ってサブクエ終わらせてきたというところでございます。まあ、ちょっと話変わるんですけど、本当にね、チャンネル登録ありがとうございます。本当に嬉しいです。本当に嬉しいんですよ。わずか数名ですけどね、それでもね、僕にとっては大事な大事な視聴者さんですからね、ありがとうございます。さてはね、早速、何が起きるかちょっと分かんないんで話しかけてみようと思います。シシリス、広大なる、ゴブル砂漠を越えてようこそいらっしゃいました。ここはドルワーム王国冒険者の誰もが憧れるという砂漠の楽園。ほう、近々ドルワーム推奨級にて、オールツ研究員の院長による重大発表があると。多くの方が推奨級へ足を運んでいると。まあ、しかしか、かくかく、しかしか。ドルワーム級に足を運び、院長にお通りなさるといいでしょう。院長ね。あんまね、話が長いとね、全然忘れちゃうからね。手短にお願いしたいんだよね。今の水上級は、水上級か。とても慌ただしい。まあ、とりあえず院長に話をかけると。衛兵さんに話しかけると。さてさて、はい、何もないね、マップ上。わかんねえ。どこ行きゃいいんだよ。まあいいや、とりあえずちょっともう一回、院長、衛兵、こいつ、討伐隊員トゥグ、旅の冒険者のようだな。名前は月平というのか。ああ、こいつあれだ、話長いやつだ。確かこいつはちょっと無視しようか。ほら、長いんだよこいつ話が。さっきからポチポチ押してんのに。よし、オッケー。何これ、何これ、なんか飛ばされちゃうのかな、これ。乗ってみようか。なんか今聞こえた、これの音か。おー、びっくりした。今俺こいつ下半身だけかと思って、上半身ねえのかと思ったよ。これ、この緑色のが腰ズボンか知らんけど、上半身ねえのかと思ったよ。ちぎれてんのかと思ったよ。これ頭だったのね。ごめんごめん、一人でびっくりしちゃって。衛兵に話しかけるやつだな、これ絶対違うよな、こいつ。ふみいみ、読みにくい名前したんな。私はこの地で起きたあらゆる出来事を歌にして、はい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 、なるほどね。こいつじゃねえな。とりあえずね、こういったやつらをに話しかけていこうかな。なんだこいつら。こいつ、カズ、
この商工用の紙からくれにより城下町へ移動することができると。なるほど、そういうことね。はいはいはい。いや、とりあえずね、一旦把握しとこう。どんなのがあるのか。こいつも多分同じだな。これが気になるよな。いくつかの場所に移動できそうだ。どこへ行く？これはちょっとあれだな。後に取っとこう。あれ？こっちとこっち両方なんか、からくりがある。スイッチを押して移動しますか？こっちは？同じかよ。同じかよ。一つにしとけだったらもう。早えな、おい。あっという間に来たぞ。マップ見とこう。わかんない。なんか駅あるね。お、なんか散髪屋っぽいのがある。この点々点はなんだよくわからん。ここに行けますよって言われるのかな。とりあえず今ここだから、さっきの渦みたいなのがあるね。あそこから真上に来れるって。あ、そういうことね。移動手段ってことね。なんだこいつ、なんか仲間増えてる。違う、誰こいつ。とりあえず装備でしょう。ドルワームね。ドルワーム仮装。じゃ誰もいないと。何もねえな。よし、防具屋グリッチャ。ここは防具屋だ。何の用だい？と言ってもお客さんベテラン冒険者だろ。自分でレシピを手に入れて作っちまうかな。とりあえず買う。あ、安っ。いらね。あ、これは欲しいな。これ系は、これ系はそんな持ってねえから、別に何個買ってもいいだろうかね。これは装備していこうか。ダストに装備していこうか。ダスト、よかったらできるかもしれない。1個装備していくか。装備していこう。よし、ちょっと上がった。はい、次、金の腕は、あ、これは主人公に使えそうだな。でも、とりあえず買うだけ買って装備はしない。あとでいくらでもできるから。なんだもん。ページがこれ、このページだけか。じゃああれだな、これちょっと武器はもう期待できねえな、これ。さあ武器屋行ってみようか。武器屋、反対、こっちか。ここだな。お邪魔しまーす。おお、すげえマッスルだな。ムントフ、同じこと言うんだね。まあお隣さんよりはちょっとだけ道具が多い。いらないな。いらないな。そういう街なのここは。ちょっと期待外れだな。じゃあさっさとあれだな、進めていこう。どこ行こう。とりあえずよくわかんねえから、一旦酒場っぽい、酒場っぽいところ行ってみるか。と思ったけど、こいつ話しかけるの一回。王立騎士団の団長、ラムザ王子は弱虫、泣き虫、育児なしと。俺と一緒だな。そんなことないよ。そんなことないよな。ガタラカやってきたんだけど、それを聞いてやる気なくしまったで。何からやっていこうかな。なんか宝箱が今一瞬チラッと見えた気がする。あったあった。でも開かねえんだよな、あれな。後ろは、なんかある。なんだこれ。小さなメダルとか。何もね。なんか落ちてたわけでもなく、誰かいたわけでもなく。ここは何だろうな。入ってみないと分からないな。
ドンパパチョ、おーパパスみたいな名前だな。はいはい、どうもどうも、偉大なる建築家、あ建築家、はい、仕事の依頼、あ違うな、それじゃ夜中入ってちゃうだ、あーてことなんかサブクエでこいつに依頼するのがありそうだな。ドンママチョドンママチョ、うん、うちは広いでしょ、うちの人のご先祖が身を張って建てた、うん、ドルバームで千葉のお屋敷、うん、家計で稼ぎもないのに税金ばっかり取られて、家計は火の車、なるほど、 笑ってる場合じゃないよ奥さんなうふふなんて、なんかないかな、なんかないかな、こっちは誰んちだよ、息子んち、ここだらけてんな、おい、うちの旦那はちょっと頼りなくてぼーっとしてるから男っぷりを上げるために家事全般を任せる、はあ家事全般、男っぷり上がらんよそんなお前がやれよ、これ旦那か、食事の支度が終わったら次は洗濯とお風呂掃除が、はあもう忙しい忙しい、まあまあこんなのはね男だろうが女だろうがねこんなの平等にやればいいんですよ、こんなの女がどうのこうのって言うつもりはありませんよ、何かしら、何かしら話しかけて、どこ行っていいか分かんないからな、そもそも、とりあえず酒場、あなたも砂漠を越えてここに途中で何干からびるかと、うん、ウェディングと砂漠の旅は本当に命がけ、うん、まあ多分下も何もないんだろうね、いやあるな、下に何かあるのかな、紹介にさえずりの蜜を一つ持ってきてくれ、極楽島ラッカランの素材やナディから買えると、ああもしかしたらモンスターが落としたらどこかで拾えたるかもしれないと、うん、ナディラッカランナディ、一応下行ってみっか、モンスター、あとは特に何もなさそうだな、おい、んーとりあえずこいつの一回こなしちゃうか、うん、極楽島ラッカラン素材やなり、サイズの蜜ラッカラン、はい OK、 よし場所覚えとこう、酒場、うん、OK、 ラッカラン行こう、さあラッカラにやってまいりました。なんか今日はゆるい動画になってんな。なんかね、旅の目的もなく、ただ流れに任せて、なんだっけ、なんか蜜買えって言ったな。ちょっと待ってよ。買いに来た。蜜はこいつは違うだろうな、何これ、あーなんかいっぱい素材売ってんな、もう攻撃力上がるね、買っとこう、ダスト、主人公はね別に強くなくてもいいんだよね、すぐ職業転職したからね、よし、まあこの辺はね、まあ、そのうちだな、アイテムいっぱいになっちゃうから嫌だし、こいつは、お、蜜ねえな、ナディって誰だよ、ナディって違うな、違うな、
入ってみるか。なり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 、違う。錬金ギルド、いや、乱錬ギルドマスター。とりあえずこれはいいや。飛ばす。レシピ屋、お、レシピくれよ。レシピ屋ね、買う、全部。レシピ屋全部買っていこう。少しお待ちくださいね。動画飛ばせばいいだけなんだけど、もうめんどくさいからな。このままいくわ。レシピ、とにかくレシピはね、いいやつだろうが悪いやつはねえんだろうけど、強かろうが弱い武器になろうが全部買う。よし、レシピは買う。よし、 OK。 さてと、お、いた、こいつだね。3つって言ったよね。1個でよかったよな。何個いるか分かんないから5個ぐらい買っとくか。よし、 OK。 結構いろんなもの売ってるね。ここいいね、ここ。素材がいっぱい売ってる。全然ここ寄ってこなかったかな。出口どこ?え?よし。戻ろう。よし、これで戻って。どれは、それは、これ。さあ戻ってきたぞ。今日はね、もうゆるい動画でいこうかな。もうなんか何事もない状態で終わっちゃいそうだからな。どこだ、こっちだな。よし、ここよし、持ってきちゃったぜ。それじゃあ一つ俺に渡してくれるかい。一つね、はい。よし、うちのオーナー実はすごく有名な酒場の女の主人でな、店で出すドリンクの新メニューを考えるのが趣味なんだよ。で、その隠し味にさえずりの蜜を加えるのが、こだわりらしくて、大量のさえずり蜜が必要なのさ。大量?次はこちらの番だ。約束通り冒険者の酒場を使えるように手続きないか。酒場ほう。フレンドたちに依頼書のクエストを頼めるようにしてやるぜと。何ができるんだろうね。よし、クリアしたと。反抗してくれ。クリア。よし。それじゃあ酒場の使い方についてレクチャーしておこう。まずは自分を登録してみろ。今のあんたの大体の強さが記憶されたフレンドの呪文を発行しよう。フレンドの呪文。お次はあんたのように、アストルティアを冒険している知り合いや友人、いわゆるフレンドの呪文を知るんだと。もう別に直接知ってるやつじゃなくてもいいぜ。冒険者はみんなフレンドって感じ。いろんなやつの知るでいい。そうしたいろんなフレンドと呪文の交換をするんだ。最近は写真に撮ってやり取りするやつが多いと。ほー、なるほど。冒険者の酒場に登録しに来てくれ。どこの酒場でもいいぜと。登録と呪文に記録されたフレンドか酒場に登録されるのか、それでな、ここから重要なんだが、
あんた討伐依頼書ってのを手に入れたことあるかと。モンスターを倒した時などにたまに手に入るアイテム。墓場にフレンドを登録した後、討伐依頼書を持って大きめの町出入り口にいる討伐祭なんだ。ああ、さっきの話長いやつね。すると依頼書の内容を解決するために酒場のフレンドを派遣できると。フレンドが依頼書クエストをこなしてくる。ほークエストをクリアしてフレンドが帰ってきたら獲得でしてきた報酬を受け取ることができる。珍しいものもあるかもと。さてちょっと長くなっちまったが、ここまで酒場の使い方と討伐依頼書のクエストの基本的な関係だと。あとは自分を登録するときに依頼書を持っていれば一緒に登録できるとかいろいろあるんだが、まあその辺はいろいろ試してみてくれ。なんならフレンドの呪文と一緒に うまい使い方の情報もできるといいな。今はいいかな。よくわかんないし。よし。まあいずれね、今後多分使う、まあやるとは思うけど、今はとりあえずいいかな。こいつ関係ねえだろうな、絶対。実は私が、道具鍛冶職人をやっているのは巧妙な罠作りが大好きだから。もちろん表向き職人道具も作ってるけど、依頼柄はどんな罠でも作ると。収入的にはむしろこっちが本当。この辺はみんな職人さんかい。関係なさそうだな。入ってみっか。ああ、絶対なんもねえな。乗ってら。ああ、彼女が欲しいな。知らねえよ。おめえの勝手に作ってろよ。もうこうやって一人で時間を潰すのはもう飽きたよ。だったらお前外行って女作ってこいよ。そんなところにいたらお前一生女なんかできねえよ。お前は一生独身でよ。お前はもうあとはとりあえずクエストがありそうなのはあとあそこだな。散髪屋っぽいところ、ハサミマークがあるところ行こう。あと何があるんだろう、ここ。あれ選べるんじゃなかったの、これ。まあ、ちょっと近くなったけど。いるね、サブクエストっぽい。美容師もここね。え、あなた今と違う新しい自分をイメージしてワクワクドキドキすることってあるでしょ。あるな。あるな。ハッピーな気持ちはラッキーを呼ぶの。あなたはヘアカラーってご存知？髪を、なるほどね。サロンフェリシアグループ、美容院一斉オープンに向けて準備中なんだけど、魔法のヘアカラーの仕上げ素材が足りる。ああ、素材持ってこいと。これを解放してやればまあ俺も変えられるのかな、見た目。なるほどね、そういうことね。まあ一応受けとくか。やるやらないはいいとして、とりあえず受けとこう。ドアチャッカ、ゴルブ砂漠東側、大陸のキリカ草原にいる。アロエ鬼。それと手に入れたマジカルエッセンスはどの町の病院に持ってっても大丈夫。ああ、なんかいろんな町にあったな、そういや。よし。まあ、とりあえず受けるだけ受けてね。いつでもできるようにしとこう。さてと、ちょっと長くなったけども、兵隊に話しかけろみたいなことあったからな。こいつはあんま話しかけたらいいのか。ドロワーム水蒸気。もう散々回り回り回って、やっとここに来たって感じだな。
学問を体感探求していると、一人前の証を持ち寄る人の方でしたら幻覚の自由ですよ。ただ今重要な実験の準備中で、準備が落ち着くまで部外者の立ち入りは禁止されていると。入れるかどうかは入り口にいる衛兵に聞いて、入るかどうか、入れないのかな、なんか広い、意外と広い、ここ絶対なんかある、小さな目だってねえのか、何も。お、宝箱発見、鉄鉱石、頼もう。エルル、ここは国王のおわす、由緒正しき宮殿、すまないけど今は誰も通すわけにはいかないと。大事な実験の準備中、いつもなら一人前の証しさえ持っていれば、あんたみたいなのでも、あんたみたいなのでも、失礼だなこいつ、ボコボコにしてやろうかお前この野郎おい、今の俺強いからな。よし、最後の方ちょっと読まなかったね。最後の方何、どっか時間潰しこいみたいな書いてなかった。中に入りたいのは準備が終わるまでどこかで時間を潰してくるといい、よその国でも見て回るとかな。なるほどね、こいつは同じだな。一応行ってみるか、入れないか、入らないか。今の俺には、どうやらここは行けないらしいことが分かった。とりあえず行けねえんだったら行かねえよじゃあしゃあしょうがねえな、いけねえんだったらな。よし、いけないんだったら退散するよ。よし、とりあえず戻ろう、戻ってどっかサブクエがあるところ探そう。いやー、今回の動画はね、なんか久しぶりになんか緩い感じでまったり遊べて、俺はすごくこんな感じなのが好き見てる側はどうか知らんけどな。まあいいんですよ、結局ね、最終的にはね、自分が楽しいかどうかでね、中続きできるかね決まるんですから、ゲームってのは。何しに来たんだっけ、ここ何もねえな。とりあえず大きいところ行こうか。大きいところにサブクエがあるから、カタラ行って何ももうなければ、次、エルトナ大陸でも行ってみっかな、そしたら。そうしよう。さあガタラ、もう何回来たんだろうね。お、なんかアラレちゃんっぽいのがいるぞ、なんかめっちゃアラレちゃんに見えた今一瞬こいつが。もうここはもう何もないな。したらば次の場所に行くかな。よし、場所というか町というか、まあただね、ルーラーで飛んでいくのもあれだから、これ乗っていこう。多分ね、まだね、キーエンブレムがね、揃ってないから、多分ね、弁当売りの、ホイコーローだっけ名前忘れちゃって。多分ね、イベント発生しないと思うんだよね。まあ、とりあえず次の街、エルトナ、ってことはこれがエルトナか。行こう、アズラン。よし、お、なんでイベント発生するんだ。なんかこなしたわけでもないのに。見つけたぞ。
お前か、この野郎、よくも俺の村を焼き払ってくれたな、お前。危険な存在、一人たりとも生かしてはおけぬ。何ずいぶんうなされていたの。なるほどね、夢を見てたのか。久しぶりだな。何か悪い夢でも見ていたようじゃが、よかったらこのじじいに聞かせてくれんか。まず前回あなたと会ってから何かを成し遂げた覚えないのに、このイベントが始まったことが不思議です。多分話合わないと思うけど。やっぱくっちゃった。なるほどの、夢の中でネルゲルがそんなこと。やっぱそうかっていうのはさ、いつも何回か行ったことあるんだけど、こうやってなんかね、メモしてんのか食ってんのか分かんないのがあって、はっきりした。食ってたんだね。もう絶対これ明らかに食ってるからね、なんかおでんっぽいもの。どうやら事態は思っていた以上にシリアスかつデンジャーなようじゃな。こりゃのんびりしておれん。何？次はアズラン、アズラン、お降りのお客様はお忘れ物のなきよう、今一度ご確認の上ご降車ください。なんか大事な話でもある？おっと、しかしアズラン駅では名物のカムシカせんべいを買うんじゃった。マジか。今はそちらが先決じゃ。おいなんだよ、俺の話ずっとも進まねえじゃねえか。まあいいや。お主は一刻も早くキーエンブレムを5個集めるのじゃ。だからキーエンブレム5個持ってんだよ。準備を進めておくからな。あれ、ちょっと待てよ。ってことはこれって乗るたんびにこのイベントが発生するのであって、すでに5個持ってる俺はあれなんじゃねえか。この会が終わってすぐ次乗ればもしかして次のイベントにすぐ行けるみたいな感じになっちゃうのか、これ。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。多分またすぐ会うと思う。そんな予感がするよ。よし早速、駅降りたけど、多分すぐ乗れば始まりそうだけど、とりあえず一回出てみて、サブクエがありそうな、あるね、速攻でなんかあるね、紫色っぽいのが。これはなんだ、これ関係ねえな。この中か、この中だな。よし、今回はこの辺までにしとこうかな。これでこのサブクエやって、もしくはさっきの、弁当売りのホイコロじいさんにあったらまたなんか長くなっちゃいそうなんで、一旦今回の動画はここで、区切りたいと思います。ご視聴、くださり、ありがとうございました。よろしければね、高評価チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画までごきげんよう。バイバイ。